ニューヨーク・オンタリオウェスタン鉄道の104サウスイースタン鉄道博物館にてフェーズ 1GE44 トンディーゼル機関車はゼネラルエレクトリックが1940年から1956年にかけて製造した4同軸の電気式ディーゼル機関車である44トンと通称されるがベートンであり日本で一般的なメトリック表示では40トンであることに 注意されたい。本形式は産業用と入れ替え用の目的を持って製造された。従前、そうした作業は蒸気機関車が使用されていたが、蒸気機関車を運転する要因は機関士と家父の2名必要であった。そこを合理化するために導入されたのが本形式である。1940年代に北米の鉄道界において機関車のディーゼル化が進められたとき、 乗務員たちは合理化で自分の雇用が危うくなることを察知した。そこで労働組合は重量9万ポンド以上の機関車には機関助手を乗務させるという契約を鉄道会社と交わした。本形式はその契約値を下回る44メートルトンとし機関助手の乗務の必要のない機関車とした。GE 以外のメーカーも本形式同様の十四トンの機関車を製造したが 本形式が最も普及し、348両が北米各地で使用された。現在も多数が使用され、また保存されている。フェーズ1、フェーズ4、フェーズ5、サスケ花鉄道博物館にて、1940年9月4日にシカゴバーリントンドクインシー鉄道に納入されたのを講師とし、1942年10月までに79両が、 製造されたグループ。エンジンフード側面に、ラジエーターのルーバーが配置されている。ランボードへのステップは、車体片側に1箇所のみ。全長33フィート5インチ。1942年12月から1943年5月まで43両が製造されたグループ。ラジエーターは、フード前端に配置され、オーバークールを防ぐシャッターを装備している。 ランボードへのステップは、車体側面両端にある。ダルースユニオンデッポトラスファー鉄道の2両は、ブダ製エンジンを搭載している。1943年11月から1945年6月までに34両が製造されたグループ。フード側面の点検扉の形状が、それまでと異なる。1945年3月から1951年9月までに、 フェーズ3と並行して171両が製造されたグループで本形式中最も多い。うち62両は出力400馬力とされた。フード側面上部に小さな空気取り入れ口が設けられた。1951年11月から1956年10月までに43両が製造されたグループ。それまでは丸型だった全小灯が角形となり、 フードの点検扉に水平のワイブが設けられた。うち14両はアメリカ軍の重量制限により2フィート短い。最後の4両は口述の通り D342 型エンジンを搭載した。本形式は車体中央に運転台を設け、その前後のフード内に原動機と発電機を1、セットずつ収めている。ほとんどがキャタピラー車製の V 型八気筒百八十馬力の ディーゼルエンジン D17000 型を搭載している。それ以外では、ハーキュレス DFXD 型エンジンを搭載したものが9両あり、ブダ製 6DH1742 型200馬力を搭載したものが10両、キャタピラー社の D342 型を搭載したものが4両、ある。DFXD 型搭載のものは2両が、チャタヌーガトラクションに7両が、 ミズーリーパシフィック鉄道とその子会社に収められた。D342 型を搭載したものは最後に製造されたもので、カナディアンナショナル鉄道に3両、ダンスビルマウント、モーリス鉄道に1両が収められた。第二次世界大戦中、g e はドロップ、キャブと呼ばれるタイプをアメリカ軍向けに製造した。これはキャブの屋根高さを ヨーロッパの車両限界に合わせて低めたもので、標準型でキャブの下に配置してある空気圧縮機を搭載するスペースがなくなるため、キャブ脇の乱暴土上の進行方向右側全部と、左側後部に大きな機器箱を設け、そこに収めている。軍用機関車はその多くが始示を搭載し、45トンとなっている。アメリカ軍には47両が収められたが、 そのうち4両はオーストラリアに輸出された。ニューサウス、ウェールズ州鉄道の79型として使用された。うち2両は連邦鉄道に売却され、デクラストされた。1949年、12両のドロップキャブがポルトガル鉄道に収められた。イベリア半島の 1668mm 期間の鉄道で1101から1112とされた。初期には、 小運転に使用され、後に南部の駅での入れ替えに使用された。現在は引退し、一両がエントロンカメンとの国立鉄道博物館に保存されている。ありがとうございます。